はい、今回は夏っぽい感じということでエクスプローラー1の方をベルト交換ですね。ステンレスのベルトからラバーベルトに変更する、そんな動画を作ってみました。よかったら見てください。ではまずバンドのこの後ろの部分ですね、ここを緩めていきます。で緩まるとこう出てくるので、これをここ抜きましょうか。こういう感じで先っぽがこうネジになって入っております。外れました、ベルトが、ベルトが外れました。そしたら次に3箇所バネ棒が入ってますんで、ここですね、これがバネ棒なんですけど、この時計外し専用のバネ棒外しっていうこういう道具があります。ロレックスの場合はこっちの細い方になりますんで、ここですね、この両角2箇所外すとこのベルトが外れることになります。なので1箇所2箇所そしてこう開いたところの、この中にあるところですね、ここの3箇所外していきます。ここの部分、ここの部分をここバネになってるんで下げると見えますかね、下げると外れる感じになるので、この要領で外していきます。はい、こういう感じで外れました。そうするとこの中にバネ棒が入ってます。こういう感じでこの両端がバネになってます。結構強めのバネ使ってあるので外すのが難しいかもしれないです。これなくさないように置いていきます。はい、そしたら軽く水洗いしてきました。10年分の汚れ落ちましたかね、きれいに。結構ねピカピカになりました。でもやっぱ傷が気になりますね。ブレスレットとか一緒につけてたんで、どうしてもやっぱ傷がついちゃってますね。オーバーホールの時に磨いてもらう感じですかね。ほら、ここのシリアル番号かっこいいですね。反対側、反対側も入ってる。反対側はステンレススティールって書いてありますね。はい、こんな感じでちょっとメインのところをきれいにしました。はい、そしたらバネ棒もきれいにしました。そしたら今回はこのロレックス純正になるのかなのラバー B さんのちょっとまあ
アクセントにグリーン試しに入ってるやつつけてみたいと思います。こちらバービースイスメイドですね。はい、こちらの方をつけていきたいと思います。で、これも同じようにこの鼻の部分にバネ棒を差し込んでもらって、入るのかな、あ、入るね、あ、純正なんでスッと入りますね。こんな感じでバネ棒を用意していただいて、あとはスッと、さっきの反対ですね、反対の要領でつけていきたいと思います。で、取り付けの際に傷がつく可能性もありますので、こういう感じで四つ角マスキングテープでマスキングしてからやるとより良いかと思います。片方のバネの方入れてもらって、押さえた状態で反対側入れていきます。キュッと押してもらって、そしたら穴の位置見てもらって、合わせてカチッとはめていきます。よいしょ、止まったかな、はい、しっかりはまってるかちょっとしっかり見てもらって、バネ飛ばないようにしてもらってはめます。 OK、 綺麗にはまりましたね。こんな感じであと3箇所つけていきます。はい、まず2箇所つきました。ステンレスのベルトじゃなくてラバーなので比較的簡単に入るんですけど、しっかりこのね、正しい穴の位置に入ってないとパコンって外れてバネ棒飛んじゃうので、ちょっと確認してください。そしたら一番最初に外したところですね、ここをネジの棒で留めていきたいと思います。短いやつですね。短いので止めていきたいと思います。すごいですよね。純正なんで、なんかやっぱピッチリ合いますね。簡単にセッティングできます。ねじ回していきます。こんな感じでつきました。ゴムなんでちょっとやっぱ伸びますね。なんで多少伸びるんで、つけ心地が変わりそうですね。はい、こんな感じでつきました。で、長さなんですけど調整可能になってます。こちらの、ほら、いっぱい穴ありますよね。こちらの反対側のゴムが段々になってて、あとはこれを自分の手の大きさに合わせてもらって、そうですね、と一緒なので、こういう感じでつけた状態で完成になります。なので長さはちょっと自分で合わせてもらって、この部分をハサミでカットして自分の長さに合わせてもらってっていう感じになります。はい、とりあえず心配だったんで1個ずつ切って、合計2個切りました。多分ね、大丈夫そうなのでこのままつけていきたいと思います。
バネ棒を差し込んでもらって、答えですね、OK かな、大丈夫そうですね。もう一番硬いかもしれないです。 OK、 入りました。こんな感じで入れてもらって、あとはここにセットして完成です。こんな感じで、これはちょっと3つ穴があるんですけど、真ん中にちょっとセットしたいと思います。 OK、 はまりました。はい、という感じで1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、ピンを交換しましたので、これで完成です。